プテさん。出ときます。現シェリフです。プテさんから釣りましょう。え、これ釣るんですか？いやー、捧げます。ナイスー、ナイスイス、なんか悪いことしたの？目元隠されてるけど、まあ無視したことやろな今。ナイスナイス、はい、アドミン見た？見てないです。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 誰だ、見ましたの人。なんで言ってたってこと？確認しに行くからね。どうぞ。まあ確かにあのあたり人めっちゃいたからな。あ、コックピットにってこと？はい、コックピットっていうか、なんかコミュ前しないんかい。いや、減ってたらもうただじゃおかないよ。あ、そう。確認お願いします。見なくてよかったかも。ドミンがダメならバイタル壊すか。アドミン3秒残ってたわ。3秒使いました。それを使った。3秒残ってるってことを知ってるってことは、ネイリン3秒確認したんで。あでしょうね。まあ、しょうがないですよね。ずるいな、結果壊してる。そう、壊せるから。マスク目のものが。でも開けてみないと分かんないから。うん、確かに。一瞬でいいでしょ、あげるの。実験使わないあれ、仮にマットだったら、使われてたって言った方が強くないですか？そうね、使われてて、でも周りにご主人様がいた場合はむしろそさスキップと。それにしても使い切ることじゃないやん。ソリー、久々の全人技破壊行く。ででいや、これはちょっと構造的にきついな。ほら、いやー、竹雄さんをキッチンの木で発見でね、切ってる姿が見えたんだけど、で今その人はキッチンの弁当の中に入っていったんだけど、ギリギリ見えませんでした、名前が。まあそこにいます、犯人は。ほい、であればエンジンでハイブリさんとゲンさんを弾けます。おざます。多分伊豆さんも無理かな。伊豆パンシロ、昨夜伊豆パン君無理だと思います。藤宮君もしろ、うん、昨夜伊豆パン君、藤宮、おうん、3秒以内で見合ってる人は全員無理と思ってもらっていい、僕を信じてくれるなら。ハイブリ3秒以内に見合ってはないけど、メイン今左、それこそ弁当の出口にいます。うん、ハイブリさん貨物脇です。うん、あ、白出ない人はプテートスブリ、
作屋さんにしろ僕打てちゃうね。最後作屋さんじゃない。だいぶ前に、はい、だいぶシャワーエンジン、ん？シャワー面あたりすれ違って、僕はアーカイブ付近でゆずパン富士を見て、リフト使って今左なんで。うん、そうだね、一番右が。ああ、言われてた。リフト右にあった。あ、私が通った時にはリフト右にありました。で、乗ったの、作屋さんが。はい、そうです。はい。ね、宿舎の下と右開けて、リフトが私通った時には、右に置いてあって、金庫閉まってたみたいな感じです。ミーティングで浮いてます。まあ、プテトスブリ以外はもう白でいいんですよね、とりあえず。慎太郎のセリフを除いて。聞いた感じ、うん、いいじゃない？うん。ただ、俺に関してはそのさっきスナッパイさんが言ったように、貨物脇で右から移動していて、どう頑張っても多分、キッチンキルは弁当でも無理かな。うん、そんな移動は無理やと思う。うん、おあ、そうなんだ。サクテさんが一番入りやすそうでもある、うん、まあ僕そうだね、昨夜さんとすれ違ってるけど、まあ僕じゃないので、まあ結構ね、慎太郎のセルフもあるかなと僕は思ってます。まあせやね、うん、伊豆さん視点で、はい、難しくない？俺伊豆さんとアーカイブラウンジですれ違ったから、そっからダッシュですれ違いましたっけ、うん、あ、はいはいはい、アーカイブラウンジですれ違ったそこや。あ、じゃあ結構厳しい。厳しいと思ってもらえたら。わりかし。一応タスクは暗室だけやってる。優先度は一番低いでいいと思います、アイブリさん。出ときます。現シェリフです。プテさんから釣りましょう。え、これ釣るんですか？いや、スキップしましょう。うん、え、マジ？ここで、こんなギリギリで言う誰にあります。え、いいんじゃない？いや、シェリフは信じてるけど、僕が誰と対抗すればいいのか分かんないんだけど。あと、俺、シェリフ。はい、だからスキップしました。ゲンさんね、あ、じゃあ、不次元切り合いでいいんじゃない？不次元切り合いで。不次元切り合いで。あ、これで。カメラ見た上で、よいしょ。どうだ。ほい。あれ切り合いは？まあいなかったんで。ゲンさん来なかったね。ハゲが偽物です。そう。はい、僕セキュリティにいましたよ。カメラ壊しに爆速ダッシュでカメラ壊しに行ってほしい。いやエンジン見た方がいいかなと思って。切り合いっていうこと。あんなに元気よく切り合い入って言ったのに。じゃあプテ君白っぽいよねこれ。一旦プテ4票を聞いていいか。私入れた。私は入れた、俺も入れたけど最後間に合ったかどうか微妙。サントス慎太郎。サクヤ。ハイブリ微妙の。まあ原さんは発言から入れそうだけど。うん。サクシン。9票じゃなかった？9票だった。9票だった。9票だった。5、4、4票入ってる。スキップ入れてる。じゃあ僕が間に合ってない1票です。はいはいはい、私は間に合ってるし、リーダー。サントス慎太郎、昨夜ゲン。正直僕がセルフを追ったのは、まあ、結構いいボタンが入ってたと思うんで、うん、まあ、インポスターはキルペ上げて、セルフでもして白くなられにいかないと無理だと思ったし、まあ、誰か、まあ、なんだろう、まあ、そうね、それぐらいかな、様子は。普通にセルフするだけにするかな。一応僕は犯人が今、キッチンの弁当にいるとまで言ってるんで。うん、まあ。まあ、自分は結構その手法で白くなり取りに行くから、まああんま分かんない、それはまあプレイヤーなので。とりあえず原産釣りだよね、今日原産釣りでいいと思いますよ。ただ腕白置きはしなくていいと思う。うん、オッケー。でもまだ決まったらさすがに、いや住人番名はね、博打前提な気するけど。しかも原産ってその議論終盤カミングアウトでもう差し込んで殺しに行ったからさ、なんか早めのシリフシードだったら対抗出てプターさん白くなるのが分かるんだけど、まあ、わかんねえ。まあ、どっちもあるっていう。うん。ギリギリって言っても、言うてスキップにできてるから、ギリギリというギリギリでもなかったということよ。うん。ふてさん、映ってください。かもそう。悲しい。バイタルは壊しておきました。まあ、いいかな。はい、ナイス。分かって殴ったんで、あのまま放っとくと多分、うん、デさんから落ちそうだったから、ね、もうダメ元でやっちゃいました、ね、こっちか定期ってね。そうそうごちゃごちゃに。そうそうそう。待って。
まあ、藤宮さんも透けたし、やりようやで、これは。よし。まあ、あとタスクが。あはい。おい。わお。置くタスクから戻って発見なんで、ルノぐらいです。僕は無でレポート。ん？エンジン？ミーティングです。ミーティング？何？担当さんどこですか？私、ミーティングのはしご上です。あ、誰か見た？降りてった人は？いや、見てない。一応浮いてます。僕、エンジンメイン、エレキセキュって言ったんですけど、一応エンジンメイン間あたりで、ハイウリさんとはすれ違ってるから、まあ、左の方にはいそうやなっていう感覚。すな、サクは。まあ、慎太郎さん、慎太郎さん、慎太郎さんなら、担当さんかね。キッチンで、スナパイさんともう一人いましたっけ、誰か。プテかな？確認して、僕、展望デッキ、キッチン、武器庫、今、通信、エンジンの間です。ん？どっちの下だっけ、ごめん。どっちだった今。ハイブリさん。白。うん。手では直せない。まあ、結局トスプテになるか、トスプテじゃない場合って、奇跡的にミーティングで挟まってることになるから。そうだね。サントスさんの位置死んで、サントスさん来るを追うんだったら T ぐらいにいないといけない。インポスターが。はい。いや、T じゃなくてもいいよ。だって、私、はしご登った直後だから別にスペースはあるけど、まあでもミーティングに。テストでインポスターがここにいる想定なん、それ。いや、切って引き返してる。サントスさんが人だと思ってるよ。うんうん、サントスさんサイクロで、まあ、ミーティングで切ってる。うん。まあ、サントスさんをクルーを追う場合は T ぐらいにしかいけない。だって僕が無にいるからね、今。しかも結構直近だしね。7秒以内ぐらいで。俺の話もした方がいい？これ。うん。うん。キッチンで酒屋さんとトップ手さんと相手、酒屋さんが展望入っていくのを見送って武器庫の下やった後、メインまで走って除染室です。いや、まあ僕は初手で慎太郎死ぬんだったら三刀さんしかないから、三刀さんと戦うでいいかな、僕視点で。うん、まあ要素少ないから、まあ、ゲンさんがプテ殴ったっていう理由で素直に三刀さんかな、現状だと。まあその場合は藤宮に頑張ってもらうしかないわ。うん、どういう配置したらいい？ボタンある人はボタン。はい。はい。頑張れ。じゃあ僕、右行きます。お願い。お願い。おぉ。頑張って。ゲンさん、すごい爆地飛ばすな、うん。すごいな。殺しに行ったり。殺される前提ですね。うん、あれ分かってたんですよね、もうご主人分かってました。で、ほっとくと多分プテさんの HP 残り少なそうだったので、うん、私がシリフで勝ったんですよ。すごいなって思って。これは藤宮木に行きそうだな、はしご登んなかったってことは。おゲンさんすごいわ。ゲンさんの刺さった刺さるね。あれはすごいな。なんかあのままほっとくとプテさん死んじゃうだろうなと思ったから、もう私が殴ってシェリフ。いや、これは見事だわ。激刺さりだわ。あんまりうまくいったケースを見たことなかったから。すごい。あ、ちゃんと色見えてたんすね。あ、分かってました。はい。いや、これお見事だわ。見事。対抗シェリフ。振られてた可能性あったしな、4号で。想定してやったんだね。です。インポスターの俺がゲンさん新シェリやと思ったもん。すげえ。